まあ、歴史マニアクションというのは一つの一プロセスであって、ロボットとして調和した世界を創造するため、医療介護分野でロボット開発に取り組む株式会社アイゼン。日々医療介護分野で業務を推進されている方々の業務負担を軽減することを目的として開発された医療で、3D プリンターを活用し、開発初期段階から従業員スタッフの意見をもとに開発を行っており、医療現場で本当に必要とされるロボット開発に取り組んでいます。また災害からの復興の取り組みとして、災害対応ロボットの開発にも力を入れており、福島県に拠点を構える会社として何ができるかを常に考え、開発を進めています。アイザックは会社設立時に 3D プリンターを導入し、試作品や模擬アップ制作など常に開発現場で活用しています。現場からのフィードバックを開発に反映させて、再び試作を行うという開発サイクルにより、ロボット開発に取り組んでいます。ロボット開発でどのように 3D プリンターを活用しているのでしょうか。その使い方を聞いてみました。